はい、皆さんこんにちは、こんばんは、じゅんです。そして新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今日は皆さんとトレードしていただいたミニカーのご紹介をしていきたいと思います。はい、まずはトミカ大好きさんからトレードしていただいたものです。半年ぐらい前に届いたものなんですが、開封が遅くなって申し訳ございません。早速ですね、見てみましょう。はい、手紙が書いてありますね。じゅんさんへ、最近更新内容ですがどうかしましたか。またじゅんさんの元気な声聞きたいな。1ヶ月以上トレードを延滞してすみません。すみません、本当に最近更新できなくてめちゃくちゃ忙しいんですよね。今回も大量にトミカつけました。いいですね。ミニカー裏に簡易説明書つけておきました。またオフ会で会いましょうね、じゅん様。リスナーの皆様、自分のチャンネル名を忘れたトミカ大好きさんですね。リスナーの皆様へ、はいはい、トミカ大好きだよ、お久しぶりですね。あのね、パトカー好きとか言われてますけど、そんなに好きじゃないんですよって。そうなんですか。好きなのはデコトラ、ローライダーですね。ローライダーは一度でいいから乗ってみたいですね。はい、いろいろ書いてありますね。ありがとうございます。それでは本当にたくさん入ってますね。開けてみたいと思います。はい、このレジ袋は最後に開けてくださいということなので、まずは他の車から開けていきましょうね。これは何だ？トヨタ IQ。 なんだこの車は。面白いですね。そしてよっ、ああ、テスタロッサじゃないですか。大好きなんですよね。トミカはさすがに高いんですけど、テスタロッサじゃない、フェラーリ F40。 これはテスタロッサですね。走行負荷、あー、でもこれいいですね。テスタロッサ大好きなんで、これ綺麗にしたいですね。ありがとうございます。本当いつもたくさんありがとうございます。お、これはベンツですね。ラインが鳴りまくってますね。はい、これはポリスって書いてありますよ。手書きです。手切りましたね。いってー。このハサミコストコで買ったんですけど、結構よく切れるんですよね。切れましたね。いった。結構ちぎれてますよ。はい、これは、セリカかな。よそ見しながらこうやると手切っちゃいますね。さすがに痛いですね。はい、こちらはアルファードかな、ベルファイヤーか。お、スバルの360ですね。はい、スバルの360。結構ね、これ皆さん結構塗っちゃってあるんですけど、これ落とせば全然綺麗になりますからね。ガラスが割れてなければ改造 OK ですからね。スバル360、非売品。かすかに読める字はトミカファクトリーと書いてある。元の色がわからない。へえ、改造しましょうね。元の色はこれ、ボンネット開ければ。あ、これクリーム色ですね、多分。はい、そして、相変わらずまた血が出てきましたね。結構ざっくりいっちゃいましたね。はい、すごいたくさんありがとうございます。かなりの量なので、一個一個説明できないんですけれども、あ、すごい派手だな、これ。かっこいいな、銀ギラ銀ですね。へぇー。ピッカピカですね。お、そしてカウンタック来ましたね。こちらはヤトミンですね。
A ピラー俺。あ、こんなの全然 OK ですよね。ドア開くんですね。珍しい。やっと見て。これはな、絞れかなんかですかね。これ珍しいですよね。インテグラですよ。トミカではないですよね、確か。インテグラタイプ R。ウィリー製ですか。ウィリーって言うんですか。珍しいですよね、インテグラ。これちょっと綺麗にしたいですね。はい、そしてこれはフェラーリじゃないですか、大好きな。これは F40 ですね。F40 のこのサイズなかったんで欲しいですね。フェラーリ F40 レアもの。レアですよね。ここちょっと直したいですね。うん、F40 いいですよ。かっこいい。はい、こちらも F40 かな？すごいな。はい、F40 続きます。はい、F40 続きますね。押し入れから出てきた。スポイラー曲がり、車軸支え曲がっている走行負荷。いいですね。F40 2台になりましたね。かっこいい。いいですよね。よ。はい。これはですね、ヨタ8かな？トヨタ 2000GT でした。トミカリミテッドホイール2本欠品。ああ。いいですね、でも、リミテッドですね。タイヤ交換すればかっこいいかもしれないですね。黒珍しい。これは嬉しいですね。かっこいいですね。レストアしたいです。そしてこちらは何だ？お！はい、非売品サリーン S7？ 有名なスーパーカー S7？知らないですね、これ。有名なんですね。結構かっこいいですけど。NSX 風ですか？へぇ、知らなかったです。この車の情報欲しいですね。へぇ、どこの車なんだろう。左ハンドル。だ？コーヒーのおまけ、タイヤが使えるかも。その通りですね。タイヤすごいリアルです。フカリムだし、かっこいいですね。へえ、これ改造に使いましょう。ありがとうございます。じゃーん、コロナですかね。トヨタコロナマーク2ですね。富士限定カラー、ランクルと同じカラーですね。珍しいですよね。へえ。ありがとうございます。綺麗な色ですね。はい、トヨタランドクルーザー9時限定、3丁目の夕日に影響を受けたトミカ。3丁目の夕日に影響を受けたタカラトミーが9時を販売。そうなんですか。色いいですよね、レトロで。珍しいですね。ほんと三丁目の夕日って感じですね。このちょっと落書きは残念ですけどね。へえ、素敵です。すごいですね。キャリアカーの中にまで入ってます。たくさんありがとうございます。なんか十分乗りそうですね。ちょっと大きいかな。よいしょ。ちゃんと下がりますね。これはいいですね。ありがとうございます。よっ、なんか珍しくないですか？シルビアですよ。あ、すごい。シルビア入ってた。トミカオリジナルシルビア、英国仕様。珍しいですね。これは珍しい。シルビアですね。ありがとうございます。非常に嬉しいですね。そして、あ、これもなんか珍しいですね。バスです。
何のバスだ？エアポート。リムジンバスですね。へぇー。お、3人のスカイラインですね。いや、これもちょっと嬉しいですね。よいしょ。よっ。あら、改造したのかな？日産スカイライン GTR。トミカ製、特注品、日本製。タイヤ回らず、置物、ガラスなし。へぇー。あ、これはこういうもんなのかな？へぇー。特注なんですか？特注の意味がわかんないです。ガラスがないですけど、でも、車庫端でかっこいいですね。初めて見ました。へぇー、面白い。ありがとうございます。はい、こちらは何でしょう。カローラフィールダー、箱付きですね。カローラフィールダーじゃありませんでした。面白い。はい、ドッキリ大成功。まんまと騙されましたね。ケンメリです。お、顔がない。顔がないけど、ケンメリです。いいですね。顔なんか作りたいですね、自分で。おお、やっぱ結果がかっこいいですよね、個性的。はい、トミカ大好きさん、ミニカーたくさんありがとうございました。全部で何台あるんだろう。俺のミニカーをお送りしたいんですけれども、どういったのが欲しいですかね。